はい、お待たせしました。いよいよ、いよいよ組み立てを、えー、やります。で、今回は 4K カメラをここで、えー、まあ、据えて、これは固定で、それと、うん、アクションカム、この2回目で、えー、やっていきますね。で、車体があって、車体がですね、まあ、ホイールつけて、ピラーも一応つけてきましたね。それとハンドルバーと。えー、で、あとは、あとのパーツはこっちにあってと。で、結局ですね、 まあ極力オリジナルの形で組んでいこうという考えでいくことにしましたこれね悩んだんでねあの重いんだよどう考えたって重いんだけどまあまあ一回オリジナルにしましょうかってことでね変えるのはまたできますんでとあとはこうケーブル類ねケーブル類はまあうちは業務業務でこう使ってるんで業務用がこうあってこういうなんだインナーがあってもろもろのパーツねでここに。 チェーンのカバーに太陽が使ったんでまあサドルも太陽が使っとくかみたいな感じかな、うん、あとは、まあ、月並みなね色合いもどうしようかなと思ってたんですけど一応全体が白黒でこう、うん、まとめてあるんで、えー、まあ白黒でいこうという <laughs>、えー、そういう方向でいきますじゃあ始めます でね、こういうのはさどっから組むかっていうとまあどこでもいいのよあのとにかくパーツをベチャベチャベチャっとこうつけていきますじゃあ行きましょうかでまずはフロントブレーキから行こうかなであのね私がこう,こういうのをね組むともう準備ができてるやつをババババッと組んでいくだけだったら、えー、だいたい大体私は1時間半ぐらいで 一時間半じゃないや、四十五分ぐらいで組めますあの。フレーム単体から最終のチューニングまでやって、だいたい四十五分ぐらいで、私は組めるんですよ。そうなんですけども、まあ、今回はこうトークトークしながらやっていくんでうん、まあ、何分かな？それなりに時間がかかりそうな。一時間半から二時間ぐらいで組めるんじゃないか、っていうのが。 え今の私の私読みですこう組んでって仮止めで終わらせるところをこの場で本締めにしちゃうところってのがあって今は私ここを本締めしてるんですけど、えー、こういう区分なんかもねまあ慣れてるとパパパパッとこういっちゃうんですけどね慣れないとまあ本締めしていいかどうかっていうのが悩んじゃってそこでまたえ作業止まっちゃうんですけどでブレーキつきました。それからうーんと、まあ つついでにリアもブレーキつけちゃうかで今私あのグリスをこうつけてますけどあのグリスつける意味合いは2つあって、えー、1つは、うん、サビ防止あとはあの回転させるっていう、まあ、その2つなんですけども今私こう V ブレーキの、ねえー、台座に、えー、接触する部分にグリスをつけて。 それからこう組んでますけどこれはねこれは何のためにあのこれはどっちになるのっていうとこれはサビ防止ですね、うん、回転させるためじゃない回転させるのはこれはあの構造上、えー、ブレーキの内部にあるやつでそこにはすでにパーツをオーバーホールした時にオイルをつけて回転は良くなるようにしてあるんですよだから今やることじゃない。 この穴の中にね雨水とか入ってっちゃいますんでここでグリスをつけとかないとまあ次のオーバーホールの時に固まっちゃって、えー、えらい苦労するということになりますねこれボルト取ってもねブレーキを取るのにグーッとかやらないと取れなくなっちゃうでこれもこの場で本締め でこの BB もね私悩んだんですよ。なんで悩んだかっていうとあの軸長がねチェーンラインを考えると軸長がちょっと長い気がするのね。でこの四角テーパー時代のっていうのは軸長を選べますんで、えー、チェーンラインを調整するのがえらい簡単なのね。 簡単なんだけれどもまあ当初決めたコンセプトがあのオリジナルに戻そうなんでまあオリジナルに戻しましょうかね。うん、って感じね。で今私こう BB やってて BB なんてのはトルクが高いでしょ でトルクが高いやつを作業するのに、うんまあ、トルクトルクレンチを使うとグーなわけじゃないですかで今私トルクレンチやってないでしょなんでかっていうともう慣れちゃっててど,どこをどういうトルクでやるとどうなるっていうのが分かってるんで人間トルクレンチでやってます こう今なかなか入っていってないですけどこれ何でかっていうと,うんと新しいワンにあの緩み止めのケミカルが塗られてるんでそれでこうかいんですねでラチェットでこうじわじわと入れていかないといけないというふうになってます。 であの私はパッパがパッパが先に進めちゃってますけども、うん、皆さんがね作業をやるときには1個つけたら動作確認1個つけたら動作確認ってやってった方がいいですよこう V ブレーキつけたらここちゃんと動くかなとか、えー、BB つけたらここ回転異常がないかなとかね一個一個確認しながら進めていくといいです。あの確認もせずにどんどんやっていっちゃって、えー、最後の本になって気が付いてああみたいなふうになるとね あの大変なんですよ <laughs> であのわ私は慣れちゃってるんで何か異常があったら、えー、つけててあれこれなんかおかしいなっていうのがあの分かりますんでそこで作業をピタッと止めるんですけど、えー、慣れてないとそれが異常があるのかどうかも分かんないですから一個一個確認して確認しながら前に進むっていうのがいいですね。 あのチェーンリングを作業する時には歯で怪我をしないように気をつけましょう。 うん、まあやっぱり BB のシャフト長はあと1センチぐらい詰めてもいいなっていう感じはしますけどねまあラインがどうなんだかちょっとあのダメ元とでライン見てみましょうか今今更見てもしょうがないとも言えるんだけど一応チェーンラインを見てみましょう。 うん、そうねここ真ん中に入れてこう伸ばしていくとミドルギアがやや外に出てる、うん、5mm ぐらい外に出てるかなだからやっぱりチェーンあの BB をもっとシャフト長短いやつにして全体を寄せた方がいいですねこれはね。<laughs> あ,のうん、あんまりあんまり具合が。 具合がよろしくないですよよ具合がよろしくないってあのだから10万円がエントリークラスみたいなふうに言われるじゃないですかだけどね10万円のやつも結構、うん、なんだかなみたいな仕様になってるんですよだから結局これもなんだかなになっちゃってるでしょ、うん、なんだかな、ね、<laughs> さてさてまあまあぼやいてもしょうがないんで先行きますよ F メカなんかはね F メ化が肝心なのはこの取り付けの時ですねリアメカはただポンとつけりゃいいんだけど F メカはね位置とか角度なんかが正確じゃないとアタアトのチューニングが決まりませんだからここは肝心ですよでこのこれをやる時には えー、ローの調整ボルトをある程度突っ込んでこのディレイラーのプレートがね外にくるようにしてやってそれで調整ですね。